いやみんな、こんにちは、人参マンだ。さあ、今日も早速始めていこう。おっと、まだ白サインあるな。大根マンのサインだな、これは。人参マンを助けにした。大根マンのサインですね。さあ、今日攻略していくのは、ここ、隠れ港。隠れ港、隠れ港ですね。あれ、この辺に敵、いるよね。前回までの画質がゴミすぎたんで、ちょっと設定いじってみたんですけど、これで高画質になってたら、高画質、ハイスペック人参、クオリティ画質になってればいいんですけど、どうなるかがちょっとわかんないですね。危ない、パリで飯食おう。よっしゃ、決まっていく。ちょっと暗くてよくわかんなかったら適当にパリを振ったとかそんなんじゃないんだからね。勘違い、お前、お前人参、おおお、落ち落ち落ち、俺は落ちないよ、俺は落ちないよ、お前一人で落ちるな。じゃあ、ごめん。よし、ここのアイテム拾って、人参マンのこの、え、あ、ちょびっくりしたー、びっくりしたー、あの白いやつびっくりした。あ、バカ、何を投げた、何を投げた、あー俺持ちた、やばい、うわー、いっぱいいすぎじゃない、ちょっといすぎじゃない、ちょっとビビるわー。あ、これどっから来んの、ちょ、まずニンジンマンの洗い場ですね。ここで野菜を洗って、お前ら、この隠れ港での、うおー、やばい、隠れ港でのお肉の密輸は許さんぞ。たとえおてんと様が許しても、この人参マン様が危ない、許さんぞ。やばい、よし、死んだな。ここにアイテムがあったから取りたいね。敵はいないよね。オッケー。何、今闇松屋にかなんかだったっけ。お前来んの、この、よいしょ。さて、肉の匂いがプンプンするぞ、こっちから。貴様、おらしで、よいしょ。肉の兵士どもをバッサバッサと切り裂いていこう。人参レーダービビッときてます。邪魔、ここ、よいしょ。お見通しなんだよ、すべて。何これ、ちょっと目が見えないっていうのはちょっとあれだけど、まあこの顔だから、この朝5時顔だからな。人参マンも目見えてないから、これあのポケモンで言うとタケシみたいな。危ない、あいつ壺投げてくるからな。ちょっと待って、もう一気に殺しに、朝しあ、あー、やばい、タルの多いよ、人参マン、なんか人参マン色濃くない、今日色濃くない、ちょっと色濃くない、あれ、危ない、後ろは、いただいた、よいしょ。ちょっともう、やめてくれない、みんなで、人参を、それ、頼む、何、おたさの人参みたいな。あ、ここはね、これ重要ですね。タイマトゥーに火をつける。おらおら、人参マン様のお通りだ、どけどけーってやると、こう、野菜嫌いの、これ、野菜嫌いの少年ですね。やめてくれー、人参は嫌いなんだ、人参は嫌いなんだみたいなことができますね。おら、人参食うか、おら、人参マン様だぞ、おら。やめてください、人参だけは僕食べれないんだよみたいな、こう、野菜嫌いのクソガキどもですね、今のは。まったくもって。許さんぞ、おら、クソガキよ、逃げたって無駄だぞ、クソガキ。てめえの家は特定したんだ。特定しました、発狂してる。いやだ、忍者食べたくないみたいな。あー、ごめんなさい、うわー、こいつ強いんだよね。やばい、免疫がついた、やばい、あー、ごめんなさい、許して、今日のところはこれぐらいで許しといてやろう。やばい、もうガバラン行こう。ガバラン。ガブラン。What? ガブラン。With ガブラン。ガブラン。Oh my god. ガブラン will. お前の話は長い。ここは罠じゃない。隣は罠。グレソかなんかだったはず。グレと人参ソード。手に入れたぜ。でも、この縛りは、用心剣縛り故に、使わないでござる。あれ今日破壊されないな。いつも突き破ってくるんだよね。いつもここを突き破ってくんだよ、こいつら。でも今日は人参マンに起こしたな。あとガバランにビビった。ガバランってなんかドキュンっぽいよね。ガバランドキュンっぽいよね。謎の水族。こいつはケツを掘らない。
あえてもらう。人参マンはホモじゃないから。鐘どうやって鳴らすの。あれ鐘の鳴らし方、ああこっから上に行くのか。なるほどね。すべてお見通し。やめてやばい、人参マンがスライスされてる。シェフで、シェフ、やばい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 、季節のお肉のシチュー、人参を添えて。危ない、肉と野菜のうまみ、そういう共存の仕方もありなんじゃないか。危ない、やばいやばい、シェフ許して、シェフ強くない。うわあ、人参マン、ウォウォウ、ハッピーラッキー人参マン、ウォウォウ、ハッピーラッキー人参マン。ほら、あ、まだ死なない。シェフー、あ、こいつは違う、もう両、シェフはもう両方に刀じゃなくて包丁持ってるから、俺シェフのメニューには従えないっす、みたいな。人参マン、何を言ってるんだ人参くん、みたいな。肉との共存こそが最高の料理を作る道、みたいな。俺は肉の野郎なんかとは一緒に料理にされたくないっす、みたいな。人参の反乱。オッケー。よし、鐘を鳴らそう。人参マンをお迎えに来い。迎えに来い、船よ。これで全ての準備は整った。もう、両人剣への布石は全てここで繋がった。もう、全てが俺の計画通り。全てが俺の手のひら。全てが人参の計画通り。全てが野菜国の陰謀。しつこい。からの、扉をボーン。お見通しだ、人参愛の。人参ズアーのお見通、人参のまま噛んでいく。これが脅威の人参。99だぞ、お前ら。野菜食えよ。何これ、なんかダークソウル2のさ、文字ちっちゃいんだよね。ちっちゃくて見づらいっていう感じ。お前んちのテレビがちっちゃいだけじゃねえみたいな。うるせえ。やめろよ、そんな、お前、経済格差みたいな。許さないよ、俺が。いった、シェフごめんなさい。シェフ。よいしょー。バカめ。愚かなり。貴様の戦術には穴しかない。あ、ルカテルサインだ、拾わねえ、絶対拾わねえ。ミラのクソティエルさん、どこの誰かと思ったらミラのクソティエルさんじゃないですか。絶対拾わねえから、お前のサインなんて。前拾ってなんか、お前なんかクソ、なんか変なとこで突っかかったりも落ちたりも。介護しろめ。今なんかアップデートでだいぶ体力とか強化されたらしいけど、それでも起きろ、朝の5時でーす。ビビビビビ、朝の5時でーす。起きろー、何やってるの。あ、やばい、毒、おー、毒に侵された。やべ、まみれた。まみれた、毒にまみれた。あいつも毒にまみれてるから、どうせ。おめえ毒に死ぬんだぜ。あー、ちょっとやめろ、やめてくんない、そういう嫌がらせするの。アンパンマンのパンの中に、アンパンの中に実はジャムを混ぜとくジャムおじさんみたいな、嫌がらせやめてくれない。よいしょ。エースとのかけらーバーン、うわーぐっ、あ、ちょ、俺の演出、やばい、待って、おかしい、イエス、両人剣を強化できる。名もなき戦士のソウル、名もなき人参のソウル、名もなき野菜のソウル、名もなきお肉のソウル。あ、ちょっと待って、HP かなり減ってない？嘘。HP、ん？王の戦士の指輪。あ、こいつ、人参馬に必要なさそうですね。王の戦士。ここは、投げナイフを投げて、確か投げナイフを手に入れるとかいう、そういうところじゃなかったっけ、ここ。よいしょ。確か投げナイフ7本ぐらい。ほらね、投げナイフ1本。俺は投げナイフ1本を生贄に捧げ、投げナイフ7本を特殊召喚する。ここはもう、人の増加、やめてくれないかな。くそ、野菜嫌いボーイめ。おのれ野菜嫌いを。待って、人参マン多分利量、うおに、ちょ、まずい。くそまずい。めちゃくちゃまずいよ、ちょっと。やめろ。争いは良くない。やばい。投げてる場合じゃないよ。人参マンやばいね。やばす、来てないよな。うわ、くっそビビったなぁ。くっそ野郎どもが。野菜嫌いの子供たち、ちょっと怖すぎんよ。
なんだてめえら。もういいかこいつら。こうアイテムあったっけ。多分なかったはず。アイテム何かあったっけ。なかったはず。え、このハンドルも確か回せないし。もう行くしかないね。ボス速攻蹴りつけマンになろう。当たら、ああ待って、ここ宝箱あった。ないやんけ。釣られたくまー。ああ、怖い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 。よし、入ろう。ルーザイの執行者ですね。こいつさえ倒せばもう両人剣は目の前だよ。オッケー。当たらんなぁ、貴様。どこを狙っておるか。我が輩はここにあるぞ。よいしょ、よいしょ、からの、当たり待てん。ふん、遅いぞ、肉ばっか食ってるから、そんなことになるんだ。ふん、甘いな、野菜だけを食べているわ。私のように、この洗練された動きは、あれ食らってるけど。これが、ベータカロチンの力だ。ふん、甘いな、ベータカロチンの前に、お肉の力は無力。お前は刑を執行できない。逆に俺が流罪してやるよ。お前は、血流しの刑だ。痛い、ごめん。やばい、人参。やばい、待って、ここ雷の威力上がんじゃねえみたいな。どうでもいい。こいつに、黄金松ヤニを使うまでもないよ。やばくない？ちょっとやばくない？ちょっとエスト、野菜ジュースタイムですね。当たんねえんだよ、そんな振りが大きい。お前、対人素人かよ。お前、そんなんじゃねえよ、お前。この、煽り合いが全てのね、お前、ダークソウル、対人界を生きていけないよ、それ。あの、ファンメ食らって、おなんか、そんな中吹き使ってんじゃねえよ、みたいなメッセ飛んできて、あの、メンタル、飛ぶメンタルで、お前は、すぐ、あの、俺もう、向いてないんだ、このゲーム、みたいな、なって、お前は終わるやつだからな、お前。当たり前だからな、お前、この世界は。もう、煽り合い、暴言、当たり前の、お前、世界なんだ、お前。悲劇は繰り返されるんだよ。救いはないんだと思う、ダークソウルの世界は。お前、ニンジンマンはそういうことをね、教えてくれ。やべえ、ごめん。そうだ、いいじゃねえか、そうだよ。それがダークソウル対人界の世界だよ、お前。そんな2対1でかかってくれゃいいんだよ、お前。ダメだ、お前は全の心が残ってる。後ろのやつが働いてない。武士の心がちょっと残っちゃってるね。よし、行こう。よし、もうこれ、両人剣じゃないか、もう。夢の両人剣。もう待ってた、愛してる。ニンジンマン愛してる。よっしゃー、両人剣。もう、手に入るぞ。よっしゃー、両人剣。その前に、使わないけど、多分これをもらっていこう。ここ気づかないよね。俺一周目普通にスルーした。こんなとこに宝箱があることすら。わからなかったよ。よし、行こう。人参マン出荷ムービー見よう、出荷ムービー。オッケー。これで海外出荷ですね。野菜の海外出荷ですね。これは全国に輸出していきましょう。野菜嫌いの子供たち撲滅キャンペーン。さあ、人参マン男の背中、哀愁漂う男の背中を。いいねー。このムービー2回目だけど、前回の人参マンリターズと。いいねー、男の背中、哀愁漂ってたねー。素晴らしいねー。よっしゃー、着いたぜ。裏口。出荷されましたね、人参マン。ここから、ここはあれなんですよ。牢屋なんですけど、囚人たちにもね、お野菜を取っていただくという、困難ですね。うん。それが人参マンの、ちょっと待って、もう、くしゃみ出そう。上までカット。着いたか。どこ?ここですね。あー、ちょ、おかしいと思う。おかしい。ちょっとー。もう何?よくないと思うの、そういうのは。さて、両人剣はもう目の前だ。おっと、こちらに野菜の香りがするぞ。野菜の香り、同じ匂いがするぞ。ありふれた果実。人参マンの仲間ですね。あれ?かがり火は?ここ。よいしょー。さあ、もう近いぞ。よいしょー。じゃあ、一旦ここで切ろうかな。はい、お疲れー。